太陽は雪山団子がまだ生きてます。さあ、なるべく地方から来た方にもその足、コミケからの足でこのトーナメントにも来ていただきたいところ。はい、そして敗者側、準決勝始まりましたね。もう、あー、落ちたって、あの、キャプターしてる場面だから。はい、Who on Earth? Who on Earth is doing a Mars fit? It's a very rare double. No one else uses this combination. Okay, andPeach Metanoid. Peach! チェックは強いけど、メタナイトとの相性はそこまで良くないかなって俺は思うんですけど。これ何が怖いかって言ったら、僕のステージからすごい出てきてない。はい、本日はダブルツコミのトーナメントですが、100人ぐらいですかね。確か50何組もの、ゲームリアズが集まってくださってますね。ゲームリアズ。こう中にはゲーム出会い中として、このトーナメント、ペアが欲しいけど、ペアがいないっていう人が登録して、その場で出会わせてもらっている制度もありますので、はい、というわけでゲームはどうなっているかというと、まだみんな3期で 0% が余っちゃってるところですね。クワさんとアースさんが全くラインを保ててませんが、いや、PC メタナイトを倒すと、これでクワさんが地面に戻ってきて、SRT 参加総人数、シングルスが210何人でした。で、そのうち海外勢が20人強ですね。まあ、海外勢、はい、海外勢がこんなに来る大会はもう珍しいですよ、本当に。たぶん、一つないです。はい、じゃあ、たぶん、エーペックスの次ですよね、やっぱり。合計人数も海外人数もエーペックスの次だと思います。ピーチのランクはダブルスだと結構た、中堅ぐらいと言われています。出会い中っていうのはね、別にね、女性と出会うだけじゃないんですよ。はい、パルテナやってる身としては、やっぱ原作が面白いと、こう、使用者が増えるっていうのはありますよね。おーっと、おー、特に、カナダから来た人たちが、やっぱ、新しいファイアーエンブレムが出て、マルコを使いたいという人が増えたらしいです。特に、ファイアーエンブレムのマルコパックが今人気らしく、しかし海外では、ファイアーエンブレム確定は売り出されてないらしいです。そんな中、マルスはもう2期目に入っちゃってますが、ピーチがまだ、死んでいないという状況ですね。もっとピーチ逃げ回っている。もっとクワさんの先端が入っているピーチ撃墜。さっきの、はい、コメントこれ規制されないんですかね。ちょっとニコニコ動画コメントホモに対して緩くないですか。このウメラルトというのが、梅原さんのピーチですが、はい、梅木さんというピーチでしょうか。いやでも海外 FE 今までは売れてませんでしたが今回は売れますよ。いや 3DS 海外人気なので、いやもうね、本当ね、東大工学部とかホモのね仕事中ですからね。まだ1本目です。これね、もしもしは何も分からず、梅木さんが撃墜して、これで、大吉さんにチェックをかけたんですかね。覚醒の少ないキャラは僕はサイリですね。はい、流星大好きですね。はい、はい、そしてこれがまた入ってフワさん撃墜して、フワさん最後の一機、これでまた、割と試合進行が並んだ感じですかね。しかし、クワさんが前投げから繋げられない。そして、アッサンも画面の外に追い出して、これ、アッサンも一気になってしまいました。梅木さんが保ってますね。ずっと画面外から大根投げて、逃げる戦法で、で大工さんがちゃんとやってくれてますね。これは危ないぞ。おー、いった。I thought Kakera defeated MTK in friendlies in Osaka.皆さん大丈夫か。もうアースさんが迎えに行けるほどの余裕もないですね。まず外観が悪いですね。ピーチのネクロップ補充が結構強いんで、うまくいかずに。まだユイブルードコンビがコメント的に、水の子さんもいて、はい、普段関東では見られない方もいて、本当に SRT いいですね。水の子がね、関東に来るなんてね、めったにないですよ。Okay, for American listeners and other European listeners, Suinoko is here. He usually isn't only in Kansai, but he's here today in Tokyo. It's the only time you can see him in Tokyo. Ah, おっと、梅木さんが飛ばされてしまいましたね。
これは大丈夫ですが、しかし大輝さんがシングルスでこれで復帰阻止をすれば、復帰阻止をすれば戦況変わるかもしれない。そしてダメ、これは戦況変わりましたね。アーツ3対大輝さんの一騎打ち。シノカ、ダーン・ヒラリス・リオン・マゲ・ヒー・エフゼラも新作来るといいですね。はい、アーツさんのタイミターガチなんで、このエフゼラ大好きですか。こう見ても結構危ない。アーツさんは M2K を倒してますからね。メタライト知ってますからね。And Daiki's cheek is very good too, but there are cross and Earth's cheek too. Daiki は多分メタナイトに回復とあんま経験ないんじゃないか。あ、そうです。Daiki さんの方が多分メタナイトとして経験が少ないと。Daiki は多分普段ピットには多分アイクラ当ててると思うんで。アーサーの矢が確実。で、今着地をなる人まで修道を見て。危ない。避けるのが入って、うまい。アーサーすごい。シンコのことだ。これ危ないぞ。おーっと、下妻、ジャンプがされて、下妻返したんで。メタナイトの方が下。天才か。